これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。良い月だな。協調ですね。何？何が協調だって？雨上がりの良い月ではないか。さればこそです。雲一つない聖夜、明け方にかけ大いに冷え込みましょう。風もない。このような時は霧が出やすくなります。雨の後であればなおさら。川中島のあたりでも数日は同様でしょう。見通しが悪くなります。そうなれば兵を動かすのにも支障が出るか。そのためにいらぬ犠牲も。はい、上杉との大戦、なお一層の用心が必要です。初陣を前に緊張しているかと思えば可愛げのないですか。まったくだ。せっかく激励してやろうと思った私の心遣いが台無しだな。恐れ入ります。だがそれでこそ父上が目をかけた真田昌幸、私が友として頼みとする男だ。もったいないお言葉です。できることなら私もお前と共に初陣を迎えたかったが。いずれ叱るべき戦が用意されましょう。そうだな。武運を祈るぞ正幸。父上を頼む。母、この月上杉にとっての今日にしてみせましょう。申し上げます。第一章、乱世。永禄四年秋、時は戦国。信濃の地をめぐって激しく争いを繰り返す甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信は、川中島で四度目の対決を迎えようとしていた。ここに武田家臣真田昌幸は初陣を迎える。日の本一の強者、真田幸村の父であり、後に徳川家康を最も恐れさせたとされる豪将も、今は一介の若武者に過ぎなかった。
りを続けます。良きかな。良い武器、良い品が入っております。お目が高い、ご武運を。良い出来です。見回りを続けます。すでに勝ちは見えておる。海津城に物資を輸送するため北の関までに。わしも。
そうか。いいな。
など自慢にならぬ。物資の輸送ご苦労だ。心配をかけた。任された。